皆様、ここから祝賀芸能の時間となります。ここからは歌と踊りで盛大に祖国復帰50周年を祝っていただきたいと思います。最初は山口彩希さんに3曲ご披露いただきます。1曲目は昨年作曲した祖国復帰記念歌、世界に誇る祖国の歴史、そして2曲目は沖縄への思いを込めて作った新曲今僕ら、そして初披露となります。3曲目はご存知の愛国行進曲です。それでは山口彩希さん、続けて3曲お願いいたします。です。大阪から来ました。各地みんなでね、お祝いの思いを込めて沖縄祖国復帰50周年ということでお祝いしたいなと思います。皆さん 手元にね、小旗あると思いますので、小旗を振りながらぜひ、一緒に、肩の力を抜きながら、またお祝いの思いをいっぱいいっぱい込めていただけたらなと思います。まず1曲目はですね、沖縄祖国復帰の、記念を願う、実行委員の方々が詩を書いて、そこに、メロディーを私が付けさせていただきました。沖縄の、漢字をちょっと出したいなと思って、音源もそんなような感じで作ったので、ぜひ音源も耳澄まして聞いてもらいたいのと、あと沖縄音階も少し入ってますので、ぜひその辺も聞いていただけたら嬉しいです。それでは聞いてください。世界に誇る祖国の歴史。
YouTube で上がってますので大丈夫ですかね。はい、なんかちょっと聞いたことある声だったので安心しました。はい、これもねサプライズです。よかったよかった、ありがとうございます。ということでですね、こうやってねいっぱいに笑顔満点でね前に進んでいきたいという思いいっぱいで私も歌わさせていただいているんですが、続いての曲ちょっと、しっとりした曲を皆様にお届けしたいなと思っています。私49周年も東京で歌わさせていただきましたが、50周年最近ですね沖縄でも、一緒に祝いながら歌ってきました。で沖縄でよくいろんな現地に行ってですね、当時の郷だったりとかいろんなところを回らさせていただきました。その中でですねYouTube にも上げているんですが今僕らという曲を個人的に私作りましたんで今日は皆さんに聴いていただきたいなと思います。映像ではですねYouTube で上がっている動画では太田実チューリだったりとか、島田明さんの映像、自決された場所も映していますのでぜひその、映像も共に見ていただけたら嬉しいなと思います。思いをしっかり引き継ぎそして今私たちに何ができるんだろうそんなことを、いろいろ考えながらできた曲です。それでは、聴いていただきたいと思います。今僕ら
命をかけて私たちを守ってくださいました、思いを一心、続いての曲、最後の曲になります。私のおじいちゃんも大好きな曲でした。昭和12年の曲。